しばらく寝とけって。楽しかったでござるよ。好物騒者情報屋も繁盛するね、綾部刑事。おかげさまでな。ゆうべ松金組が撃たれた事件、何か情報は？それがあんまりねえんだよ。大体お前らにも松金組に東ってネタ元はいいんだろ。耳が早いな。誰に聞いた？さっき海藤から。は？なんで言うんだよ海藤さん。あいつのことは黙ってた方がよかないか。もし羽村にバレたらあいつの立場がまずくなんだぞ。綾部の場合バレてから口止めじゃ遅いんだよ。バレる前に口止めしとく方がずっと安全だ。そういうこと。これでもプロなんでね。プロって汚職刑事のだろ。好きに言えよ。ただ今日はマジで大したネタがないんだ。悪いな。なんだ。じゃあ俺はただ酒奢らされただけかよ。待てよ、そんな風に言われちゃ心外だな。じゃあこれ一杯分の勘定は情報で払ってく。どんな？実は昨夜から羽村が姿を消してる。知ってたか？組の事務所にもずっといねえ。目下警察でも行方を追ってるとこだ。はあ、それならもう東に聞いてた。今のでグラス一杯か。綾部情報は高えな。分かったよ。もうなら何か他に聞きたいことがありゃ言え。世間話ってことでただでいい。おっさん三人黙って飲んでてもつまんないからな。世間話ね。じゃあそうだな。そもそもの話、教令会はなんでカムロ町に来てるんだ？わざわざ関西から。そりゃ東京にも縄張り持ちたいからだろ。東条会と交渉してでも。教令会はそこまで強い組織なのか。まあ東条会2万5000に比べたら教令会はせいぜい1000人程度。おまけにカムロ町じゃ完全にアウェーだし、全然だ。普通に考えれば勝負になんないな。ああ、教令会は 1,2 年前からカムロ町に出てきたが、すぐ東条会に潰されるだろうって警察でもそう見てた。じゃあなんでそうはならなかった？教令会のバックには関西の梶平グループってのがついてる。その資金力がでかいんだよ。梶平ってゼネコン大手の？そうだ。その梶平系列の仇の会社を教令会は隠れ蓑にしてた。それが KJ アートだ。なるほど。梶平は教令会とどういう関係なんだ？大手のゼネコンがなんでヤクザなんかに金を？実は東京進出の野心を持っているのは教令会じゃなくて多分梶平の方だ。東京ででかい再開発を進めようとしていたらしい。再開発？どんな？さあな。でもわざわざ関西から乗り込むんだ。でかい話だろうよ。でその手の話には汚れ仕事がつきものだろう。どういう？地上げとか立ち逃せ、あとは政治的な根回しとか。梶平のそれを全部受け負ってるのが教令会よ。そういう噂だ。多分とか噂とか、貴重な情報ありがとうよ。でも一時期は梶平の会長も頻繁に東京へ来てた。それは間違いねえんだぞ。で政治家とか役人変わったとこで厚生労働省の風見大臣にも何度か会ってた。ゼネコンと厚労大臣、そんなのがあって何話すの？さあな。
とにかく教令会が神室町に来たのは極道の理屈だけじゃねえ、もう少し複雑なんだよ。松金組は今どんな様子だ。昨夜殺しの現場になっちまったからな、警察に囲まれて身動き取れねえってとこだろ。さすがにおとなしいもんだ。あんたの目から見て最近の神室町はどうなってる。昨夜の一件で一層空気が悪くなっちまったな。また抗争の流れ玉が仇にも飛んでくるかもってよ。ああ、モグラの犠牲者も今までは極道だけだったけどな。流れ玉に目をえぐる殺人鬼、そりゃおっかないよな。ああ、それより知ってるか、お前が始めたモグラって呼び名、刑事たちも使い出しててな、町の中でも割と通じんだぞ。へえ。酒の魚に聞くけどさ、人から悪徳刑事って呼ばれる気分はどうなの。あのな、俺の裏の顔知ってる時点でそいつもどうせ裏社会の人間だろ。かもな。そんなのから悪党って呼ばれて感じることなんかねえよ。それもそうか。じゃあそろそろ帰るよ。なんだ、もういいのか。ああ、十分だ。ん、八神に海藤だな。神室署組対の黒岩だ。黒岩、お前らが無罪にしてくれた羽村は俺がわっぱかけたやつだった。へえ、だからおかげでいい笑いもんになってる。ありがとうよ。うん、どういたしまして。うちの綾部とは仲がいいらしいな。あれ黒岩さんいらしてたんすか。まあ仕事サボって飲みに来たんだ。お前もだろ、綾部。そんな、サボるだなんて。じゃあ、俺らはこれで。なあ、一つ教えてくれるか。3年前、お前の弁護で無罪になった人殺しが何の罪もない女の子を焼き殺した。なのにこの間の裁判でもまた人殺しを野放しにしたな。今度の犠牲者は誰になるんだ、教えてくれよ、八神先生。大丈夫かよ、タボ。ああ、ああいう手合いには慣れてんだよ。黒岩は何しに来たんだ。多分あいつは綾部のバイトもお見通しなんだろう。で、やりすぎないように釘刺しに来たとか。なるほど。それとも俺らの顔を見に来たか。あいつに目つけられたら面倒になりそうだ。どうする、今夜は俺らも店じまいにするか。いや、その前に教令会をもう少し調べたい。ん？なんでだよ。今まで俺は連中がただ単に神室町の島を狙ってるだけだと思ってた。でもゼネコンがバックについてたり、再開発のビジネスも絡んでる。俺らは本当の教令会を知らないってことか。でもよ、連中を調べるってどうやってだ。俺たち教令会には友達がいたろ。村瀬のことだな。村瀬のとこに行く。刑事アートだ。
タボー、この先行くと KJ アートだ。となるとドローンの出番だろ。今日の村瀬君を覗いてやろうぜ。俺ら KJ アートはもう慣れたもんだな。こっちだ。よし、それじゃあ偵察してみっか。オッケー、鳩は俺が飛ばす。海藤さんは人の出入りを見張っててくれ。村瀬だ。やっぱりいてくれたな。いや、なんか様子がおかしいぞ。さっきから中、人が少なすぎねえか？そうか。動くな。昨日、うちのが松金組弾いたとこやで。登場会の返しを楽しみにしとった。要するに、うちも限界態勢やったっちゅうこっちゃ。八神さん、どうする？海藤さん、どうするって、こんなのどうしようもねえだろ。やっぱりお前らが登場会やったら、もうとっくに両目えぐってるけどな。膝つけよ、おら！にぎやかなマッチや。一、二発撃ったとこで誰も気づかんで。誰の命令で来た？こいつだよ。今日も口軽いな、海藤さん。あんたは誰だ？教令会若頭、塩やっちゅうもんや。教令会のナンバー2か。東が言ってた。おう、猿ぐつばと手錠や。話は事務所でゆっくり聞いたる。お前ら長い夜になるで。舐めた真似し腐って、そいつからぶち殺したり。え、タボーやるや。なや、お前なんで？驚いてる暇なんてないんじゃない？だよな。やるぞ、タボー。くそ、夜のくらい
こら。ずらかるぞ、タボ。ああ、ここまでにしとこう。おかげで助かった。お前も来いよ。どうした？うん、わかった。え？来んのかよ。待てや。このままじゃ済まさんで、お前ら。ヤクザ舐めとったら命がないで。なんだよ、お面が必要なほど不細工じゃねえぞ。それはどうも。仮面いいのか。だってこんなのつけたまま街に出れないでしょ。よし、行くぞ。あんたら、なんでわざわざうちに集まってくんだよ。もしかして迷惑だったか。そりゃ、兄貴たちといるところを頭に見られたら。羽村の頭は雲隠れしてんだ。しばらく大丈夫だろ。だからってね。だいたい、そいつ誰です。名前は杉浦文也。俺は前にもこの杉浦君に助けられたんだ。そのお面、例のカムロ町の窃盗団ってのが確かそんなの被ってんだよな。あそこはもう抜けたよ、今は一人。それよりお前、さっきはなんであの場にいた。言いたくないか。いや、どこから話したもんかと思ってさ、ちょっと込み入った話でね。ん？僕ね、前は梶平グループで働いてたんだ。関西の本社で。梶平？協力会のバッグについてる？そう。そこで社内の IT 管理の仕事をしてたの。サイバー攻撃を防いだりとか、そういうシステムエンジニアってやつ？それで？うん。ある日僕はたまたま経理のデータに数字の改ざんを見つけたんだ。改ざん？グループの幹部が何人かで裏金を作っていたわけ。億単位で領収書のいらない金が隠されてたんだ。で、僕はそれ見て面白がってたんだけどさ、その覗き見が連中にバレちゃった。そこからは早かったよ。僕はなぜか会社の金を横領したことになってクビ。何を言っても信じてもらえなかった。ただそれでも僕は幹部連中の裏金が強霊会ってヤクザに流れているらしいことは掴んでた。 KJ アートはその行き先の一つでさ、もしその金の流れを証明できれば僕をはめた連中に仕返しができる。だから今日もあそこにいたのか。僕はずっと前からあのビルを監視してるからね。
初めて八神さんが KJ アートに乗り込んでった時も見てたよ。じゃあさっき俺らを助けてくれたのはなんでだ。八神さん、この間一緒に仕事しないかって僕を誘ってくれたじゃない。実はその時も悪い話じゃないのかなって、いつか組んでも損はないと思ってたんだ、八神探偵事務所とはさ。特にそっちの海藤さん。あ？さっきだってヤクザが何人いても全然負けそうになかったもんね。見てて惚れ惚れしちゃったよ。お前若いのになかなか見どころがあるな。ああ調子良すぎだってなあ。やっぱこの話俺んとこでする必要あったか。どうかな、僕ら仲間とまではいかなくても持ちつ持たれつって感じでやるのは。ん？八神さんはモグラ、僕は強霊界。追いかける相手は違っても結構協力し合いそうだよね。そっちに連絡するときはどうすればいい？これで大丈夫でしょ。なんで俺の番号知ってんだ。携帯を勝手に拝借したでしょ。その時チェックしてたから。なんてやつだ。杉浦君はなかなかいい青年だったな。あんたちょっと褒められただけでそれか。まだ信用できるわけじゃねえがよ、持ちつ持たれつくらいでやってく分には悪くねえと見たぜ。かもな。まあとにかく今夜もう上がりだ。俺は事務所に戻るよ。おう、じゃあな。もう帰れよあんたら。うちも今日はもう店じまいだ。そもそもあんま気軽に来んじゃねえよ。